小沢清は、日本の政治家。衆議院議員、国土庁長官、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官等を歴任した。勲章は、勲一等旭日大綬章。元自由民主党衆議院議員の清水潔一郎は、女性。東京府北多摩郡谷保村生まれ。旧制東京都立第19中学校卒業。1979年、第35回衆議院議員総選挙に、旧東京7区から自由民主党公認で出馬し、初当選。以後連続当選7回。1994年、自社左連立政権の村山内閣に、国土庁長官として初入閣。翌1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生し、非常災害特別本部長に就任。1月20日、小里貞俊が震災対策担当大臣に任命されたため、小里が務めていた北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官を小沢が兼務した。1996年、小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された第41回衆議院議員総選挙では、東京21区から出馬し、民主党の山本譲二に小選挙区で敗れるが、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、7回目の当選を果たした。1999年、小沢の選挙事務所に右翼団体のトラックが突っ込む事件が発生。2000年の第42回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退。同年、勲一等旭日大綬章受章。2014年10月15日、老衰のため死去。87歳没。信肖像くらい。ありがとうございます。